はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディのコーナーゲントです。今回やっていくのは、京都大学の整数問題。A3 乗 -B3 乗イコール65を満たす整数の組 AB をすべて求めようと。この問題非常に面白いんですけど、ポイントは2つ。まず1つ目が、整数問題の3パターンを押さえること。2つ目が、 鬼の絞り込み。まず一つ目の整数問題の3パターンに関しては過去の動画でも何度もね解説してるんですけども、ここでね、もう一度、この3パターンをしっかりと押さえれば整数問題必ず解けるよと、その3パターンを再確認してほしいなと思います。で、二つ目の鬼の絞り込みはめんどくさがりやね、皆さん。 まあ、たくさんパターンが出てきたときに、そこからさらになるべく楽するために、いかに絞り込んでいくか。今回ね、紹介する絞り込み方は、おそらくね、この問題解けるよっていう方も、新しいね、発見っていうのがあるんじゃないかなと思います。なので、ね、この2つのパターンっていうのを解説していくので、ぜひ最後までね、動画見てもらえたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。はじめに整数問題の3つのパターンについて確認していきます。 まず一つ目が不等式で範囲の絞り込み。二つ目が倍数余りの利用。三つ目が因数分解で積の形と。この三つはめちゃくちゃ重要なので、しっかりとね、もう覚えちゃいましょう。で、この一つ一つについては、後でね、この問題すべて3パターンとも使っていくので、まあその都度ね、確認していこうと思います。ということでね、問題を見ると、A3 乗マイナス B3 乗イコール65。もうこの形見たら、 ま、この3パターンね、見てあげたら、あ,あ、因数分解したいなって思いますよね。だって A、a3 乗 -b3 乗、3乗 -3 乗の形をしてるんだから、因数分解できますよね。a-b、a2 乗プラス ab プラス b2 乗、イコール65。因数分解の形、イコール定数。この形が重要で、なぜ重要かっていうと、 それぞれの a-b と a2 乗プラス ab プラス b2 乗っていうのが65の約数になるからなんですね。まあ ab も整数の場合、a-b、a2 乗プラス ab プラス b2 乗ともに整数なわけだから65の約数になると。ということで、 ここで一気に絞り込むことができるわけです。まあ、整数問題っていうのは、いかに絞り込んでいくかっていうのが重要なわけで、先ほどのね、整数問題の3パターン、丸1、丸2、丸3も、いかにパターンを絞り込むかの方法なわけなんですね。まあ、今回は、A、a-ba2 乗プラス ab プラス b2 乗が65の約数、すなわち、1、65、5、13、13、5、65、1の4パターンではないですよ。これに、マイナスを加えたもの。 この8パターンに絞り込むことができるわけです。ね。こんな感じで、A、B、整数の値として、まあ、組み合わせ無限大だったものが、このね、因数分解で積の形を作ることによって、8パターンに絞り込むことができましたよ、と。じゃあ、こっから先何するのって言ったら、さらに絞り込みね、していきたいわけですよね。まあ、極論、8パターン、全部ね、えー、調べてあげればいいわけですよ。A B、1, A A-B イコール1。A2 乗プラス AB プラス B2 乗イコール65。 この連立方程式を解いてあげてっていうのを8回繰り返してあげれば、この問題一応解けるんですけど、まあね、えー、めんどくさがり屋の方がね、多いと思うので、まあそんなことはしたくないと。こっからさらにいかに絞り込んでいくかっていうところは勝負になると。で、その時に常にね、思い出してほしいのが、この3パターンなわけです。じゃあ次ね、何を使っていくのかっていうことなんですけど、これはね、もうパターンとして押さえてほしいんですけど、 3乗足す3乗だったり、3乗マイナス3乗の因数分解の公式。これに出てくる、2乗マイナス AB 足す B2 乗。A2 乗プラス AB プラス B2 乗。ここの2つね、どちらも必ず0以上になるんですね。これはね、有名な事実なので、しっかりと覚えておきましょう。で、なぜなのかっていうところなんですけど、まあ今回の A2 乗プラス AB プラス B2 乗に関して言うと、簡単。何をするかというと、AB の二次式。 じゃあ、平方完成をしようと。まず、A について平方完成をしてあげると、ここのね、A の一時の項は AB ね、係数は B になるわけだから、ここに2分の B が来る。で、あとはね、定数項。まあ、A を含まない項について見てあげると、うまくね、計算していくと、プラス4分の 3B2 乗が出てくる。すると、この A プラス2分の B2 乗ね、2乗なわけだから0以上。 たす4分の 3b2 乗も当然0以上ですよね。なので全体として0以上になりますよと。このように a2 乗プラス ab プラス b2 乗が0以上ということが言えるわけ。で、これはもう有名事実なので、まあ、覚えちゃったらね、え早いかなと思います。ということから、この8パターンのうち4パターン消えますよね。この A2 乗プラス AB プラス B2 乗が負になっている。この4パターンは、このね、ことから消すことができるので、じゃあ残り4パターンね、調べていけばいいですよと。このように絞り込むことができるわけです。じゃあ、 まあ4パターンぐらいだったらやってあげてもいいかなっていうね、方もいるかもしれませんけど、まあ僕はね、かなりのめんどくさがり屋なので、え、こっからさらに絞っていこうと思います。じゃあ次にね、この3パターンを見ながら、何か使えないかなと。ね、不等式で範囲の絞り込み、倍数余りの利用、因数分解に積の形、まあ丸3はもう使ったわけなんだけど、今回、A、A-B と A2 乗プラス AB プラス B2 乗、この2つを見てあげて、この2つをつなぎる方法って言ったら何がありますかね うん、a-b と a2 乗プラス ab プラス b2 乗。うん。あ、a-b を2乗してあげればいいんだと。こういうふうにね、思ってほしいわけなんですね。2乗してあげると、a-b の2乗は A 2乗、a2 乗マイナス 2ab プラス b2 乗と。まあ、こういう形になりますよね。で、a2 乗プラス ab プラス b2 乗と比べてあげると、 あ、これ a 二乗プラス AB プラス b 二乗の方が 3AB だけ大きいじゃんっていうことが気づけるわけなんですよ。とすると、あ、これ A-B マイナスの方二乗したとしても a 二乗プラス AB プラス b 二乗の方が大きくなきゃいけないのかなとね、こっちの方が大小。っていう風に絞り込んでしまってはダメですよ。なぜかというとね、プラス 3AB。 もしこれ 3ab が正だったら確かに代償っていう関係になってるんですけど違いますよね。なぜかというと今回 ab っていうのは自然数ではなく整数の組すなわち負でも OK なわけ。ということで ab が0より小さい可能性があるわけなんですよね。なので a ス 2, 2 a b プラス b b2 と a 二乗プラス ab プラス b b2 の代償関係っていうのは直ちにはわからない。ただわかることが一つあってそれが この 3ab が3の倍数であること。まあ、さっきのね、整数問題の3パターンについてね、見ていくと、あ、これ倍数余りに着目していくとうまくいくんだなと。この a-b を2乗してあげたものと、a2 乗プラス ab プラス b2 乗。この差を取ってあげると、3の倍数になってあげればいいんだということがわかるわけなんですね。まあ、あとはそれぞれね、計算していくと、これ65引く1の2乗だね。65引く1の2乗。 これは13-5の2乗。これは5-13の2乗。これは1-65の2乗と。この中で3の倍数になるものはないかなっていう風に見ていくと、これ65-1で64だから3の倍数じゃない。消せる。13-25は -12 で3の倍数だから OK。で、次に5-169はこれ3の倍数にならないので消せる。で、1-65の2乗は、これまあ2乗引く2乗のね、えー、因数分解とかしてあげると、 これ、イコール、マイナス64かける66。みたいな形になって、66は3の倍数だから残っちゃうんですね。ということで、この倍数に着目してあげることによって、まあ、簡単な計算だけで、この、5、13、あるいは、65、1の2パターンに絞り込むことができるわけです。こんな感じで、次から次に絞り込んでいくと、まあ、もうね、2パターンになったから、さすがにね、それぞれ調べていけばいいでしょうと。 まあ実際そうなんですけど、まあ僕はね、もう極度のめんどくさがり屋なんで、ここからさらに絞り込んでいきます。まあこれね、5、13、65、1。まあそのね、見てあげると、65、1って、ちょっと極端すぎるなって思いませんか ?A と B の差が65差があるわけなんだけど、まあね、めちゃくちゃ違うなっていうふうに思いつつ、A2 乗足す AB 足す B2 乗が1。これって、 あり得るのっていう話なんですよ。ね、なかなかなさそうだな、っていうこと。こっから絞り込んでいきましょう。で、ここでね、思い出してほしいのが、a2 乗プラス ab プラス b2 乗って、絶対0以上だったわけですよね。とすると、イコール1の場合って、なかなかね、ギリギリのラインなわけですよ。っていうのも、0以上のものと0以上のものを足してあげて、まあ0以上だよねって言えてるってことは、a2 乗プラス ab プラス b2 乗が1の場合っていうのは、 ま、この0以上のものっていうのが、まあ、0から1の範囲じゃなきゃいけないと。まあ、そういうね、かなり、えー、厳しい制約を、えー、抜けていかなきゃいけないと。具体的には、まあ、このね、どっちを見てあげればいいかっていうと、まあ、分の3 b 二乗の方ね、見てあげた方がいいですかね。文字が一つだから。この4分の3 b 二乗っていうのは、絶対に、ゼ0以上、1以下の間なわけですよね。よろしいですかね。だって、 えー、0以上のものと4分の 3B2 乗足したら1になるわけだから A2 乗プラス AB プラス B2 乗イコール1の場合っていうのは4分の 3B2 乗っていうのが1以下にならなきゃいけないと。とすると、このことから B っていうのは3択に絞られる。0か1かマイナス1と。もうこの3パターンに絞られたら勝ちですよね。 まあ一応、A2 乗プラス AB プラス B2 乗イコール1に代入して A を求めていってもいいんですけど、まあこれが必要条件で、この A2 乗プラス AB プラス B2 乗が1のとき、A-B が65っていうことに着目してあげると、A っていうのは B に65を足したものなんですよ。ということで、B が0のときは A が65、B が1のときは66、B が -1 のときは64と、この3パターン出てくるわけで、 ま、この3パターン、いずれの場合も A、A3 乗引く B の3乗65なわけないですよね。ということで、不定期。こんな感じで、極端だなあっていうふうに直感的にね、感じた方を、まあ、うまくね、この不等式評価によって絞り込むことができる。まあ、この65、1の場合も、無事消すことができましたよ。 じゃあ、あとは、a、a-b イコール5、a2 乗プラス ab プラス b2 乗イコール13。この1パターンに絞り込むことができたわけです。このように、まあ、この問題のポイントは、整数問題の3パターンを使って、鬼のように絞り込んでいくと。まあ、あとは、考え方としては、一文字消去で、b イコール a-5 で代入して、a だけの式にしていってもいいんですけど、まあ、これをちょっと楽しましょう。 これを2乗して差を取ってあげたら 3ab になったわけですよね。先ほどのね、3ab が出てきたわけだから、これを使って ab を求めていきましょう。これ計算すると ab イコール、これの2乗引く、これ25引く13をマイナス3で割ってあげればいいから ab イコールマイナス4と。すると a マイナス b イコール5と ab イコールマイナス4。なんかね、匂ってきませんかね。解と係数の関係ですよね。 解と係数の関係っていうのは、和と積が分かれば、二次方程式の解に落とし込むことができるわけだから、今回の a-b の差を、a と -b の和。このように見てあげましょう。すると、ab イコール -4 っていうのは、a と -b の積に変形することができて、こっちね、左辺 -1 倍してるわけだから、右辺も -1 倍。よって、 このね、解と係数の関係より t2 乗マイナス 5t プラス4イコール0の2回が t イコール a マイナス b ということが分かって、まあ、この解っていうのは、ね、因数分解してあげると1と4ですよね。なので答えは a が1マイナス b が4の場合、すなわち a イコール1、b イコールマイナス4の場合、または この反対ね、マイナス B が1で A が4の場合。すなわち、A イコール4、B イコールマイナス1。この2つが答えになるわけです。よろしいですかねこんな感じで整数問題はいかにね、無限にある組み合わせの中から整数問題の3つのパターンを使って絞っていくかと。で、まあある程度絞ったら、 まあ、ぶっちゃけ一個一個試していけば絶対ね、えー、解くことはできるわけなんだけど、まあ僕みたいなね、めんどくさがり屋がどのように絞っていくのか、これをね、考えていく中で、どんどんね、整数問題の力っていうのが身についていくので、まあぜひね、皆さんもめんどくさがり屋になれとは言わないんですけど、まあそういうね、まあめんどくさいからちょっとね、楽しようかなと、まあそういったね、えー、こともしっかりと意識してもらえたらいいかなと思います。 今後もね、こういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。